やっぱり自分自身とあとご家族を大切にできるからこそ、利用者さんだったり園児さんだったり保護者を大切にできるかなというふうに考えて、この番組は北海道を愛し北海道の活性化を目指すボスたちと北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲストは、今日は株式会社クローバー代表取締役田中雅代さんにお越しいただきました。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社クローバーは2013年から個人事業主として保育園を経営していた田中さんが2015年に設立、すべての子どもの笑顔のためにを理念に、札幌市北区で保育サービスのほか、病児保育、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの事業を展開しています。田中さんはご出身はどちらなんですか？あ、札幌市出身です。小さい頃はどういったお子さんだったんですか？はい、私一つ上に兄がいて、で周りは男の子っていう幼馴染の中で育ってるんですけども、一番年下の女の子なのでちょっとみんなにチヤホヤされるかなと思ったんですけれども、全然そんなことなくって、もう大きい、ね、お兄ちゃんとか男の子の連中の中にまみれて、お前こんなこともできないのかとか結構バカにされたりとか、もうお前遅いからここで置いてくとかっていう感じで、そんな幼少期を過ごしておりました。結構厳しい環境ですね。そうなんですよねなのでちょっとこうお姉さんっていう存在にすごい憧れていて、やっぱりお姉ちゃんお姉ちゃんって言ってくれる子がその当時はいなかったので、保育園に私が入園した時にやっと憧れの年下の子たちがいっぱいできて、でお姉ちゃんお姉ちゃんって慕ってくれて、それがすごく嬉しくて、なんか必要とされてるというか、それをやりがいを感じて、なんかこういう仕事をしたいというふうに思って保育士になりたいというふうに思いました。はあ、じゃあもう将来はそういうふうに進むぞっていうのはもう心に決めてたわけですね。そうですね、保育の専門学校短大なり進学したいというふうに思ったんですけれども、ちょっとうちは経済的な理由から進学することが難しくて、なので高校卒業した後は美容部員 の事務員っていうことで美容関係の仕事をしておりました。でそこから保育士さんにやっぱりなりたいと思いはついえなかったんですか？そうですね、なので保育の仕事をやっぱどうしてもしたいという思いがあって、なので認可外の保育施設の方で働かせていただいたんですけれども、やはり資格がないので雑務全般ということがそれが主な仕事だったので、はい、やはり将来的に保育士の資格を取って保育の仕事をしたいなというふうに思いました。で資格は取られたんですか？そうですね、その扶養部員の事務の仕事と、あと認可外の保育の仕事でお金を貯めて、22歳の時に専門学校に入学をして、24歳の時に晴れて保育士の資格を取ることができました。はあ、で実際に仕事を始めてみたらどうでした？はい、そうですね、本当に子どもたちは可愛くってやりがいのある仕事だなというふうに感じたので、やはりこの仕事を一生の仕事にしたいというふうに思ったんですけども、やはり保育現場ってどうしてもそのお子さんが熱を出して保育園の同じ保育士の先生方のお子さんが熱が出した時に、やはり代わりがいないのですぐお迎え行ってあげることができないとか、行事になかなか参加することができないとか、なんか自分の個人の幸せっていうのをどうしても二の次にしてしまうようなところがありまして、なのでやっぱそういう環境っていうのがなかなかこの業界全体の問題だなというふうに感じたんですよね。なのでこの保育園を辞めて違う保育園にっていうふうに保育園を変えたとしても、やはりそこの改善がなかなか難しくて、なのでそういう縁がないのであれば自分で理想の縁を作りたいなというふうに思って起業を決意いたしました。すごいですね、一人の保育士から今度は起業して理想の保育園を作るんだっていうところに行くのに、なかなかそんなすぐに普通は動けないと思うんですけど、
そうですね、まあ、本当に起業できるっていうふうには思ってはいなかったんですけども、やはり自分のできることをやっていこうというふうに考えていて、なので初めはテナントを借りるのに不動産屋さんに連絡しても、うん、もう門前払いで話すら聞いてくれないっていうこともありましたし、内装を依頼したいと思って建築士に連絡しても全然電話もつないでもらえないみたいな感じとかがあったので、本当に最初は苦労したんですけども、やはりまあ2年間も準備もあったので、何回も通ったりする中で自分自身も知識もついてきて、うん、なのでようやく借りれる場所も見つけられたというふうになりました。それだけ課題とかこう問題を感じて、はい、理想のその保育園を作る、どんな保育園にしようというふうに思ってたんですか？そうですね、やはり起業したきっかけでもあります子どもたちの笑顔のためにっていうことを一番大事に思っていて、なのでその休む時も先生方もお子さんが熱が出た時にはすぐお迎えに行けるとか、行事に参加するためにお休みもそうですし、半休とか時間休とか、あと中抜けして帰って参観日に参加して戻ってくるとか、あと病院の受診とかもあると思うので、お子さん受診してから連れてくるとか、早く帰ってから受診するとか、そういったことができるような環境を作っておりますので、こういう環境を作ってあげることですごい賛同してくれて、一緒に働きたいっていうふうにうちの園に就職してくれる方も増えましたし、やはり皆さんがそういう思いでやってるので、熱出た時もいいよいいよって、お互い様っていう気持ちでみんなで支え合って、みんなで仕事しているという形になっております、うん、ちょっとこうやっぱり普通にしてると忘れがちなんですけど、保育士さんだって誰かの親だっていう、 はい、そこの視点って、はい、こうちょっと一瞬忘れがちになったりしますもんね。そうなんですよね、保育園に預けてくれる方々のための何かサービスというところよりも、まず最初に一緒に働いてくれる従業員の方、保育士さんにやっぱりこう楽しく、そして自分たちの子供と向き合う時間も作ってもらいたいって、まずそれが出てくるんですね、やっぱり。そうですね、やはり私たちも一人間で、まあ、お母さんでもあるので、うん、やっぱそこのお子さんだったりその家庭ですね、あとはそのお子さんがいない先生方もいるんですけども、もちろんお父さんお母さんの介護をしていたりですとか、あとペットを家族のように大事にされている、はい、先生方もいるので、同じようにやっぱり自分自身とあとご家族を大切にできるからこそ、こう仕事として大切に利用者さんだったり園児さんだったり保護者を大切にできるかなというふうに考えて、うん、そこをまず一番に大事にするということをやっております。あと今その保育の分野だけじゃないところにも挑戦されてるみたいですけども、はい、そこはどういうきっかけがあったんですか？はい、そうですね、最初立ち上げた時は3歳までの保育園だったので、3歳になったら大きな保育園に転園しなきゃいけないっていうような、そういう事業体でやっていたんですけども、うん、なのでちょっと発達がゆっくりのお子さんも少人数でアットホームな園だったので、お子さんが少しずつこう成長していって笑顔が見れてっていう風な過程で成長していったんですけども、やはり転園して大きな園に行ってしまうと、近くの公園とかで会った時にとても笑顔がなくなって元気がない様子のお子さんに出会った時にちょっとショックを受けてしまって、なので保育園としてはこのままお預かりできなくても、その児童デイサービスというサービスがあればその後も継続してお子さんの支援をしていけるなというふうに考えたので、そこで児童デイサービスを立ち上げました。じゃあやっぱりこの会社として事業を広げるっていうよりは、はい、今までやっぱりこう接していたお子さんたちにさらにこう居場所を作ってあげたいっていう、そっちがあってのじゃあ私がやろうかっていう、そうですね、そういう順番ってことですか？そうですね、今までの他の事業体も全てそうなんですけれども、まあ、保育園でもそうなんですけれども、働きたい保育士と預けたいっていう園児がたくさん集まってきて受け入れができなくなったので、うん、じゃあ近くにもう一個保育園作ろうかとか、うん、あとそういった障害がゆっくりのお子さんを預かる施設がなかなか周りになかったので、児童デイサービスを作ろうかという形で、本当にこういう施設があったらいいよねとか、自社で持っていたら連携できるよねとか、あと働くスタッフも働く場所をさらに確保できるよねとか、保護者支援に継続してつながるよねとか、そういった思いで事業を増やしていったという形になります。今一番力を入れてらっしゃることっていうのはどういうことですか？はい、そうですね、最近でいうと、まあ、保育園事業から始まって小学校まで
小学校に行ってもお子さんをお預かりしたいという思いで、まあ、学童保育を開設したんですけども、あと障害のお子さんがその社会に出て暮らす場所というふうに、そういった大切な場所も作りたいなというふうに考えていて、なので障害者のグループホームの施設をオープンさせました、うん、子どもだけではなくて、そこからこう社会につながるところまでをこう一つの流れとして見ていけるようなものを揃えていってるっていうことですよね。そうですね。なので将来的には、生まれた時からお亡くなりになるまで一貫した支援ができたらいいなというふうに考えておりますので、うん、今後は障害者の就労支援だったりですとか、あと高齢者の施設、そういった施設も作りたいなというふうに考えております。一生お付き合いしていくっていう、 そうですね、そういう視点がやっぱりあるってことですよね。そうですね。やはり一つの授業だけだと、その年齢、対象の年齢になったら終わりっていうことが多いと思うんですけど、子育てであったりそういったものってずっと続くと思いますので、やっぱ悩みがあった時に相談ができるとか、必要な時にそういった施設があるとか、そういった長い間の長い期間関わるような施設を作りたいなというふうに思っております。福祉っていう観点と、あとはこの会社を続けていくための、まあ、ビジネスっていう、ここのバランスの取り方って結構難しいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、どうですか？そうですね、大きく儲けようとは思ってはいないんですけども、なくしてはいけない事業なので、やはり継続させるということはとても大切だと考えております。やはり事業体としてどうしてもこう利益を伸ばせるというような事業ではないので、一人一人の従業員が定着することで、やはりそこにかける人件費、広告など求人に対するお金をカットすることもできますし、あと人を育てる上でのその人件費っていうのも抑えられるので、そこで経費を削減するっていうことも大事かなというふうに考えております。そうか、人を育ててちゃんと定着させればそこにかけるコストも下がるから会社として継続性がある。確かにそうですよね。そうですね、うん、なのでそのためにやはり働きやすい環境を整えることが一番大事かなというふうに考えております。なるほど。ボストークという番組なので、はい、ボスとしてどういうところを心がけてらっしゃるかというのもちょっと気になるんですけど、はい、私自身は今までお話しした通り、経営者になりたかったわけでも社長になりたかったわけでも何でもないんですよね。なんですけれども、やはりその自分で理想の縁を作りたいと思った時から本当にいろんな方々に支えられていて、なので本当に利用してくださる利用者さんだったりですとか、大切なお子さんを預けてくださっている保護者の方、あと働いてくれているスタッフ、本当にこの方々には感謝をしておりまして、あとまあ関わらせていただいている不動産会社さんですとか、いろんな企業さんにもご協力いただいているので、全ての方々と全ての今の環境にすごく感謝をしております。うん、そうですよね。箱がないとまずいけないですもんね。はい、そうですね。やっぱりそこって大切なんですね。そうですね。建築する中でもいろんな建築士さんに連絡をしたんですけれども、やはり門前払いだったんですけれども、うん、建築士さんがどうして私のこの工事を請け負ってくれたのっていうふうに確認したことがあるんですよね。で、本当に最初は小さな工事で何の信用もないですし、実績もない私だったんですけども、やってあげるって言ってくれたんですけども、その建築士さんが私のその熱意と将来性と、そういった応援したい気持ちがすごくあって工事を請け負ったんだよって言ってくれたんですよね。なのでその時がすごく嬉しくって、大きな工事をお願いして恩返しすることが私のできることかなというふうに思って、そういった思いでこの工事会社のため、この建築士さんのためにも事業を増やしたいというふうに思いました。いやだからいろんな人の支えとか、それは当然思いが伝わったからそれがつながって今につながる縁になってるわけですもんね。はい、やっぱその熱量が周りの人たちをやっぱり動かしてるんだなと思います。これから先、はい、どういった未来をこう描いてらっしゃるんですか？そうですね、本当に生まれた時から亡くなるまで一貫した支援をしていきたいというふうにも思っておりますし、今後展開したいと思っている障害者支援ですとか、あと高齢者支援
っていうのを合わせて今やってる保育事業と一緒に一つの地域の中にそういったコミュニティがあればいいなというふうに思っておりまして、うん、やはりおじいちゃんおばあちゃんが小さい子の面倒を見てくれたりですとか、あと小さな赤ちゃんとか子どもたちが大先輩であるおじいちゃんおばあちゃんからいろんなことを教わることができるんじゃないかなというふうに思っているので、そういった ちっちゃな町づくりというか、そんな地域コミュニティができる場所が作れたらいいなというふうには思っております。町づくりですか。もう本当にでもそうですよね。世代を超えたこう関わり合いの中でみんなが笑顔で過ごしていくというコミュニティを作っていったら、それってなんか大きくなると町になりそうですもんね。そうですね、うん、町作ったらじゃあどういう立場になるんですか。そうですね、まあ、その頃には私もおじいちゃんおばあちゃんとしてなんか子どもたちをのほほんと見ていたいなというふうには思っております。なるほど、はい、いやだから一生そうやって添い遂げるそのサービスを受ける方にももちろんですし、働いてくれる方の笑顔も守りたいっていう思いにすごく今日は賛同しました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。